ドーバーは英仏海峡に面した英国の県都市のタウンで主要な港湾都市である。2001年の統計ではドーバーの正確な住民の人口は28,156人であるがドーバー都市圏の人口は39,098人になると英国国民統計事務所は計算している。ドーバー市の行政はドーバー市長が司さどっている。ドーバーとも表記される。 ドーバーの白い崖ドーバーは、ドーバーの白い崖で有名で、その崖は、石灰室でできている。崖は、英国の通称、アルビオンの由来にもなっており、アルビオンとは、ラテン語で、白色という意味である。コブルトン語の、デーバーに由来し、水という意味であり、フランス語名は、ドゥブレと発音する。ヨーロッパ大陸と接近しており、 フランスのカレーとの距離はおよそ 34km である。それゆえドーバーはイギリスで最も忙しい港となっており、定期のフェリーは毎年ドーバーとカレー及びダンケルクの間およそ180万人の乗客を乗せて行き交う。2004年5月にはブローニュへの定期総動線の運行が再開された。ハーバースピードによるオステンド行きのの運行は年に、 カレービンは2005年10月に撤退した。ドーバー市議会はジムプロッサーを主犯とする労働党政権が担っている。マクストンは西ドーバーの田舎の教区でトラムウェイ交通サービスが1938年に廃止されるまでは終着駅の町であった。今は郊外都市である。ドーバー港ドーバーは千年にわたって重要な港であった。1992年に 青銅器時代の船が深さ6メートルのところから発見され、これは発見された最古の海洋航行船の一つである。これは炭素測定から紀元前1550年頃のものとされる。フランス式の青銅の斧を含むラングドン湾の財宝は1974年にドーバー海岸で発見され、それらは沈没船が残したものかもしれない。したがって仮に、 もっと早い時期でなくとも、海峡間での貿易は、青銅期時代にはすでに行われていたことを示している。この両方の発見の成果は、マーケットスクエアのドーバー博物館に展示されている。古代ローマの頃にはドーバーは重要な要塞港とされ、ポルトゥスドユブリスと命名された。ドーバーは古代ローマ街道、ワットリング街道の起点とされ、ブリタニカ艦隊の重要な港であった。 ローマ人は今のドーバー城にあたるところに東大を築き50年には稼働していた。これはイギリス最古の建造物の一つとされている。ドーバーのローマ壁画の家は西暦200年頃からのローマの屋敷でブリテン島にある最も良好なローマの遺構である。ドーバー城はグロサクソン人の時代にはドーバーに城塞が築かれた。それはドーバー城の最初の基礎の一部となった。 1216年にはドーバーはフランス人の襲来を受けヒューバート・ドバラが防衛に成功している。中世にはドーバーはシンクポート主要メンバーになっている。1642年に始まる新京都革命ではドーバーは議会派についた。1670年の5月26日にはチャールズ2世とフランスのルイ14世との間で 密かに両国間の交戦状態の終結に関する条約の調印が行われた。20世紀の第一次世界大戦ではドーバーは英仏海峡防衛の中心となった。第二次世界大戦の間には市外がドイツ軍の爆撃機と長距離砲による絶え間ない攻撃を受けた。戦争の間、ドーバーの崖の下の洞窟やトンネルは防空壕として使用された。ドーバーを本拠地に置く。 サッカークラブチームにドーバーアスレティック FC がある。2009から2010シーズンはカンファレンスサウスに所属している。ありがとうございます。